こんにちは、翔太です。今日もグラクラやっていきます。今日はですね、この2021、新春フェスガチャ、メリオダスですね、アサルトモードメリオダスゲットしていきたいと思います。まあちょっと要望もありまして、まあ要望っていうか、まあ僕のあの神引きを見たいという声が上がっておりましたので、早速やっていこうかなと思います。でダイヤなんですけど、一応、210個まで貯めて、あとチケットもあるんで、まあ、240個分のガチャが引けるんで、まあ、それを引いていこうかなと思います。で最初の、10連ですね。まあ、早速神がかってますね。最初からもう神がかってますね。だいぶいい感じですねいい感じに仕上がってます僕、はい、っていう感じで、いきなり来ましたね。はい何も来ないけどね、何も来てないけどね。まあ、最初の重量はこんなもんでしょうと。でダイヤ210個分引いていきたいと思います。アサルトメリオダスカモン、アサルトメリオダスカモン。お、目光っている。さあやられて、お、やられてない。まあでもあれだな、そんなに熱くないですね。ゴールドね。で押し戻されないと、あー、うん、ダメですねはい、まあ2回目の10連ダメでしたと。もう1回いきます。いや、まあ、これはいつも通りだからね。これはもういつも通り、全然驚かない。でがっかりもしない。もうこんなのもう日常なんで僕はね、もう全然こんなんで驚きませんよと。で行ってこいと。よし、3回目10連もやられて行く、やられていく。いいね、いつも通り爆死してんな、おい。爆死しすぎやって、ほんと。30連。これで30連か。で、次40連。40連目。逃げと。来たんじゃない？来てるんじゃないの？お、持ち上げていく。そして、こっからだよ。メリオダス。今度こそ蹴りをつける。気合入れて、気合。オーマイガー、オーマイガーです。ぶっ飛ばされていく。エスカドール来てよ。お、神引きしました。これ神引きしたよ、ほら全部レア逆にレアじゃね、あんまなくね。まあ、ここまでね、爆死してたら次来るんじゃないのと。ああ、来ましたね。魔人メリオダス。弾いていく。ただ、武器が下手なのが気になる。これさ、やられてさ、エスカノール出てこないかな。はい、レインボー。はい、レインボー。カモン。カモン。マジ1枚、まあ SSR1 枚と。マジか、こんなに爆死しといて1枚しか来ないの SSR。 さあ SSR のね、なんだろう、キャラ何かな。やっぱりメリオダス来てほしいね。これでメリオダス来たら、まあ、許してやる。許してやるよ。メリオダス、あれ来ないね。いや、全然来ないぞ。あれ来ない。
もしかしてワンチャンメリオダスじゃねえや、 SSR 聞けない説、そんなことはないね。あ、来た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 、オーマイガー、エスタロッサー、うん、エスタロッサー、うーん、いいよエスタロッサーはいいわ、持ってるし、いいよもう。次、お、いいんじゃない？おー、もう、おーおー、来てる来てる来てる、魔力解放している、持ち上げて、いや、これダメそうだな、これダメそうですね。今度こそ蹴りをつける、いけ、いってこい、あー、ダメだね、多分ダメですよこれ、いやー、もうやだ、マジか、エスタロッサ1枚で終わりそうな気がするんだけど、気のせいですか。あ、でも最後の最後までね、ちょっと諦めないで、行くよ、行くよ行きたいと思います、カモン、いやー踏ん張ってほしいね、持ち上げるんじゃなくてさ、こう弾き飛ばしてほしいね、パーッつって、今度こそ蹴りをつける、おお、ゴールドか、そこね、レインボーがいいんだよね、お、レインボーだ、来た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 、来てる来てる、おお、リドシエール来た、あー、リドシエールね、まあ持ってないけど、持ってなかったから、まあ、まあ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 、まあ、うん、いいでしょう、うん、まあいいでしょう、しょうがないな。で、ホークちゃんいる、もう魔力解放していく、持ち上げていく、いやー、これも、いやー、ダメそうですねこれ、ダメじゃね、いける、いや、ダメでしょ、あー、ダメだー、やべえな、エスタロッサとルドシエル1体ずつ240個分のダイヤぶっ込んで、いや、マジで2体 SSR2 体ちょっと辛くね辛くねえすか、いやー辛いね、まあでもね、辛いっすね本当に、まあなんで、まあちょっと SSR 確定チケット5枚あるんで引いていきます。 SSR 確定チケット5枚ぶっ込んで、まあまあね、 OKOK、 まあみんな持ってるからいいか、必殺レベルマックスだったような気がする、まあいいか、 OK で、SSR 確定チケットのパート2の5枚引いていこうと思います。まあ、まあまあまあ SSR だね、うん、いや、アサルトメリオダスがいないからね、何着てもなんかうーんって感じになっちゃうな、あー、そうってなっちゃうね、チケットはいはいはい、これはね SR なんでね、 OK で、お、種族キャラガチャ2の方引きますか、2、5枚溜まってる、2、え、エリザベスばっかりやないかーい、まあいいでしょ、まあこれ人間族ガチャも一応5枚あるから引いとくんですけど、まあ SSR はなかなか出ないんで、まあスキップです、 OK、 まあそんなもんでしょうと、で、
ああ、 SSR キャラ選択ガチャか。ああ、何しよっかな。まあ、エスカノールにしとく。これ、まあ、エスカノールにしとく。あれ、エスカノール、あれ、何だったっけ。必殺マックスになってたっけ。まあいいか、いやいや、エスカノールにしとくわ。なんでもいいわ、ここら辺は。エスカノールね。はい、はい、エスカノールゲットしていくと、まあこんな感じかな。まあこんな感じですね。こうやって一緒に人間が、はい、っていう感じでね、フェスガチャ、今回、神引き見事したということで、はい、終わりたいと思います。いやー、つら、マジつれーな、これっていう感じで、今日はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。バイバーイ。